アローラー、ダイスチャンネル、ダイスです。今回はポケットモンスターウルトラムーンやっていきましょう。早速、ウルトラホールの探索、レッツゴー。ダイス。はい、それじゃあ行ってみようと思います。ウルトラホール探索。ウルトラムーン限定の伝説準伝説ポケモンまだ出会ってない子の方が多い状態なので、今回はいけるんじゃないかなと思います。多分向かおう。てかまずは何色のウルトラホールに入るかですよね。今までウルトラムーンでゲットできてる伝説準伝説ポケモンで言うと、黄色終わってるので、それ以外のところに行きたい。何色になるかな。白の UB、ウルトラビーストが出てくるところもあんまり入れてないんで、それも狙いたいんだけど、どっちかっていうと先に伝説準伝説が出る方に行きたいです。何色に入るかわからないんですけどね。ちょっと私の予想だと最近入れてないから青かなと思ってたりします。まだわかりません何色かな。全部取り終わると、通常のポケモンが出てきたりするんですよね。確か、コメントで教えてもらってた気がします。なので、とりあえず、黄色のワープホールは、たくさん入ってるんで、違う色がいいんだけど、まだないね。20オーラの黄色以外、なんか、数取ってくると、少なくなってくるよね。入りたい色がこの色っていうのが少なくなってきちゃうと思うんで、今のうちにいろんな色に入っておきたかったんですけどね。これが赤か。でもオーラがない。もうちょっと飛べそうな気がする。まだありますもんね。まだある。パワー取って、でもちょっと遅くなってきてる。パワー取っても遅い。もうないかな。いや、白は入らないでおきたいな。どっかない？見えるとこにはない。あった！来た！これ一個だけだったら取れるかな。よし！ちょっとずつ距離伸ばしていきたいんだけど。まずい、羽ばたきが。少なくなってる。あ、これ取れそう。よし！あ、ちょっと復活したんじゃない？いやー、あらいい。これ取れるかな？ちょっと復活した。よかった！もうちょい奥まで。あったよ、緑色の20オーラ。これ入ろう。ちょっとギリギリな感じになってました。緑色の5203光年。結構遠くまで来れたね。嬉しい。圧倒的な力を放つ存在感を感じる。誰だろう。あれ、でもなんか立ち姿、今ミュウツーかなって思ったんですけど違うね。ババリバリシュー。レポート書いたのでこれで行こう。一発で取れないかな。シルエットで分かった人もいましたよね。初めて会います。ゼクロム、かっこいい。行け天竜。とりあえず電磁波つけてやっていこう。いけるかな。まずはクイック、これで入ってくれれば。入ってくれれば。入ってくれない。そうだよね。電磁波つけます。はい最初の目的通り先に電磁波をつけるっていうのをして、その後削る。僕は今一つのようだ。どうする。電磁波。思念の続き早いね。いってーい。効果がない。ダメなんだ、電磁波効果ない。ってことはつけないで雷パンチとか竜の波動とかでも削っていくしかないのかな。痛い。竜の波動倒さないようにしたいよ。やべえ、やべえやっちゃった。電流どうする。いや、もう投げるしかない。怖っ。まずい、びっくりした。どうしよう。びっくりした。怖かった。はい、怖かった。ああ、危ないよ。倒して
しまうとこだった。まあ、レポート書いてるからっていうのもあるんだけど、恐ろしい。やっちゃった。早くとこれで変えて、どうしようかな。積んで積んでにして投げます。何投げよう。モンスターボール投げた。でもこの辺りで投げるんだったらスーパーボール？スーパー。やべえ、スーパーボールでした。びっくりしちゃった。ゼクロも捕まえたぞ。あれ、モンスターボール投げといたらよかったかな。びっくりした。でもそれにしてもあの竜の波動でやらかしたかと思ってあれでした。はあ、驚いた。強さを見る。やってみます。強さは、はい、ゼクロム。すごいね、ドラゴン電気タイプ。だから、電磁波効かなかったんだ。初めて、ゼクロム捕まえました。ゼクロムは、ウルトラムーン限定の伝説、ポケモンだね。控えめな性格。暴れることが好き。やったー！ボックス送ろう。で、戻ったらウルトラボールの、ここから出たら、ウルトラホールのここじゃないや。いっぱいいっぱいだよ。ウルトラスペースから、出たら、ちゃんと、保存しよう。保存しよう。レポート書こう。いっぱいいっぱいだな。応援ポンをもらった。ロトムパワーありがとう。なんか、捕まえポンとか使わないんですかってコメントいただいてたんですけど、あんまり使ったことないかもです。むしろ捕まえポンがあんまり出てないかもしれません。今度出たら捕まおうかなと思います。ちょっと次行こう。何色かな。うん、結構調子よくパワー取れてるかも。さっきは色が、いやー、緑だったから黄色以外のところでまた入りたいよ。ちょっと早いけど、早い方が遠くに行けるんですよね。ぶつかっちゃうや。赤？やばいね。今何もないところ入っちゃった。あれー？ 2578 光年先。あ、でもいる。大空から力強い気配が漂ってくる。でもオーラなかった気がする。ギャーオー、誰だろう？ん？フリーザ？なんか頭からスルって言ってるのが。あ、フリーザだ！来たー！フリーザが現れた！避け電流！じゃあ電磁波つけながら、うまいこと削って、モンスターボール投げまくろうと思います。まずはクイックからだよね。クイック一発で決まったらすごい気持ちいいんだろうな。出るね、削ろう。原子の力ってどれくらい入っちゃうのかな。うわー、ちょっとだけだから大丈夫そう。頑張ります。そろそろ入ってくれてもいいじゃん。ダメ？結構みんな倒してるんだけど私。まだダメか。フリーザのあられ。あられでずっとなんかちょっとずつ削られていってるんだけど。大丈夫？積んで積んで襲う。痛い。みんな回復はしてるけど、大丈夫なのかな？ボールから出てきてしまった。原子の力。いや、ターンは結構稼いでるからもうタイマーボール投げても、まだ？どうしよう。タイマーは？あった。タイマーボール。ターン結構稼いでるんだけどね。まだなんだよね。なんで？どうしてよ。もうちょっと投げる。もうちょっと投げるか。タイマー？モンスターボール一回投げる？
違うの投げながらもう一回タイマーに戻ろうかな。あれ？マジでモンスターボールでしたか。フリーザをモンスターボールで捕まえられました。嬉しい。今一回フェイントでモンスターボールにしただけなんだけどな。まさかこっちとは思わなかった。ターンも長かったからっていうのもあるのかな。いやでも長ければ長いだけあの、ま、タイマーボールだと思ってるんだけど、結構違うボールでも入るね。嬉しい。ニックネームつけずにちょっと強さ見ようと思います。強さを見る。氷飛行タイプ、穏やかな性格です。物音に敏感ということで、ボックスに送って、今回は2体伝説純伝説ゲットできました。ゼクロムはウルトラムーン限定だし、フリーザーはどっちにもいますよね。ということで最後までご視聴ありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっています。概要欄に URL がありますのでフォローお待ちしてます。それではまた See you。 次に会う伝説何かな、今から楽しみです。